屋根にもたくさんゴミが積もってるみたいだね。僕が登って片付けてあげよう。屋根も登れる犬。猫じゃないんやけん。はい、ということで今回もやっていきたいと思います。じゃあ今回も、あれやね、早速、ここでクエストをクリアしていこう。嵐で大切な毛布がなくなったんだ。探してくれない？え、ライナースから毛布取るとか。めっちゃ大変やん。いつも一緒やのに。探す。あ、マジか。そうなんや。チュートリアルが終わって、これ1回あたりのクエストでどれぐらいハートが減るんかなって思うよってんけど、8も減るんやね。結構減る。結構減るね。なるほど。頑張っていこう。クエストにも寄ったりするんかな。お、パネル内で探し物。目標6アイテムめっちゃ増えた。え、6アイテム5しかなくない？まだなんか横に、いや、出てないぞ。ないぞ。どういうこと？1個とは限らんってこと？この、あるやつ。あ、増えた増えた増えた。なるほど。全部が表示されてるわけじゃないということやね。オッケーオッケー。とりあえず、リンゴ発見しました。そしてタイムが進んでいきよる。タイムが進んでいきよる。なんだ、ちょっと同時進行でいろいろなものを見つけていこうと思うんやけど、帽子はい。帽子はい。水筒。そして靴。あとは？あ、紙飛行機飛び寄る。飛び寄る。じょうろどれ？どこ？ないんやけど、じょうろとか。あ、これ、え、ちょっと同化しとる。ちょっと緑同化しとるけん。クリアー。お、なに？ハートも見つけれるん？あ、じゃあクエストしながら回復もできるんやね、一応。なるほど、なるほど。あ、で、ちゃんと毛布も見つけとる。やったね。クエストコンプリート。水溜まりに落ちてたって？うわー、汚い。洗濯しよう。洗濯しよう。はい、クエストクリア。スターゲットー。てか、次は何を直せばいいんかな？別に何も。おー、びっくりした。なんかと思った。とりあえず、やることを見て、庭を掃除する。あ、これできるやん。こっち見て、これ、この分のスターが溜まったら、まあ、実行すればいいよね。はい、庭掃除。これで庭が綺麗になりますか。掃除を始めよう。さささっと。よいしょ。なんかめっちゃちょっとずつやけど。まあ、とりあえず大きいゴミを、おぉ、綺麗になった。すごい、綺麗になった。え、なに、花までもう植え替えとるやん。やば。綺麗に片付いた。これで指輪さが気を悪くすることもなさそうだ。あ、ゴミめっちゃ、屋根の上とか、屋根の上とかめっちゃゴミだらけですけど。とはいえ、すごいね、なんか、自分の小屋。それは元には戻せんの。さすがに未来に偉大な作家の自宅じゃこれじゃ、作家の自宅がこれじゃ格好がつかないな。やっぱスヌーピー作家なんや。かっこいい。キャラクターしか知らないという。とりあえず住居を確保しなきゃ生活がもうならないよ。なるほど。ってことは次が犬小屋を直す実行位置実行できます。できます。スヌーピー何でもできるね。てか庭の掃除をするにそれの向きをとりあえず直すとかはなかったんかな。見事にひっくり返ってるね。芸術的ですら思えるよ。でも芸術的すぎる家は大抵住みづらいものさ。僕は普通の家で十分だよ。芸術的な家ってどんな感じかな。ピサのシャトーみたいな。家じゃないけど。傾いてる感じがね。お、いいね、いいね。全部真っ赤なんやね。ポストも家も直してゴミも片付けた。これで人が楽ついたね。さて、あの丸頭の子も大変だろうし、お手伝いでもしてあげようかな。なんだ、どこ行ったんだ？あっち側の落ち葉とかは拾わないの。庭って前だけなんやね。お、新しいやることが追加。勝手口周りと屋根の方がまだほったらかしみたいだ。屋根の上はなんか難しいよね。飼い主のために掃除するなんて、僕は飼い犬の鏡だね。そんな飼い犬が欲しいよ、私も。勝手口周りを掃除する、屋根を掃除する、実行どっちも1ずつ。なるほど。ということで、ちょっと星を、スターを、稼ぎましょう。ママに毛布の洗濯をお願いしたいんだ。あ、さっきの続きね。依頼されたもの。あ、洗剤。洗剤と柔軟剤。はい。探しましょう。で、それを見つけて、ママに
はい、これ持ってきたから、なんかアイテムがどんどん増えてく。あ、絵も変わるね。あ、すごい、犬小屋がちゃんとなっとる。ちゃんとなっとる。なるほど、どんどんこの絵も綺麗になっていくってことか。へえ、いいやん、いいやん。とりあえず、ジョウロ発見。はい、ジョウロ発見。あ、出てきた、柔軟剤。そして、紙飛行機。今度は飛んでないよ。お、コインゲット。ギター。ハート。お、いろんなもん出てくるね。いいね、いいね。そして、水筒。何あれ、ウッドストックを飛ばそうとしよん。かわいい。あ、てか、動きよりはなんか揺れうるし。はい、バスケットボール。靴。そして、あと、天秤。あ、これや、天秤。はい。おー、出てきた、出てきた。やったね、クリアー。これで毛布は綺麗になるかい？はい、オッケー。やった、これでふわふわ安心毛布に元通りだね。ね、きっと赤ちゃんの頃から使っているであろう、綺麗なというか。使い古した毛布。小さい頃ってやっぱりね、何かと、優秀な助手を持って僕も鼻高々だよ。めっちゃ拍手しよる。小さい頃って結構ね、何かとこう、いつも持っとるものとかってあるよね。私はぬいぐるみを常に持っとったよ。お、水溜りを掃除したいんだけど、靴が泥だらけになっちゃうよ。シルエット、画面下のパネルに出題されるシルエットをヒントに探し物を見つけよう。あ、今度は文字じゃなくってシルエットで。なるほど。長靴を探せと。ん ?2 個。あ、そっか。片足ずつってことね。なるほど、なるほど。オッケー、探しましょう。パネル内のシルエットと同じ探し物を見つけよう。はい。ほい。こっちの方が簡単かな。ね、そんな感じするよね。方向は一緒とは限らんっぽい。ふんふんふん。あ、だいぶ簡単だな。いいね、いいね。さささささささ。はい、クリアー。二つとも出たかも。あ、出とる、出とる。よかった。わあ、これはいい長靴。もらわね。ありがとう。いい長靴なんや。そういえば、小さい頃って、雨降った時って長靴履きよったけど、成長したら長靴とか全く履かんね。てか、買ってもないね。でも結構、あゆるちゃんにはちょっと簡単だったかな。結構、なんか、おしゃれな長靴とかって売りよりやんか。ちょっとヒールがあるような長靴とか、長靴に見えん長靴とか。そういうのちょっとなんか、興味はあるんやけどね。はい、それじゃ、勝手口周りを掃除しましょう。この辺りを片付けてあげよう。あの子の喜び様が目に浮かぶよ。地道な作業。いいね、いいね。掃除してくれる犬欲しいわ。あ、もう水やりまでしてくれよ。えらい。こんなに働き者の飼い犬がいるなんて、あの子も幸せだね。きっとご褒美にたくさんのクッキーをくれるに違いない。いいね。あとは屋根の上やね。ほい、それじゃあ屋根の、違う違う違う。お、なに？新しいスポット、新しいスポット、チャーリー・ブラウンの部屋で遊べるようになったよ。なるほど。それはチャーリー・ブラウンの部屋も、掃除するってこと？そういうことではないか。はい、屋根を掃除しましょう。お、隣の家、可愛いもの干しとるね、ぬいぐるみ。屋根にもたくさんゴミが積もってるみたいだね。僕が登って片付けてあげよう。屋根も登れる犬。猫じゃないんやけん。おー、ピッカピカ！もう外回り完璧やん。やったね、スヌーピー。なんか隣の家荒れ果ててない？右側。ふぅ、ちょっと大変だったけど、掃除できたよ。え、どうやって登ったかって？家の裏に積まれた荷物を伝って、ぴょんぴょんってね。僕だけが知ってる秘密のルートなのさ。みんなには内緒だよ。なるほど。頭いいな。あれ、隣の家じゃないんかな？え、なんか、え？なんかめっちゃ綺麗になってね。こんな花壇ありましたっけ？え、こんなんあった？あの子の家の掃除が終わったね。綺麗。めっちゃいい感じになったー。あったんかな、こんなん。なんか、なかった気がしたんやけど。咲いた？いいね、いいね。いいね、そのポーズ。どういう感じ？街の記録が更新されました。そういえば、ウッドストックの姿が見えない。いつもならこれくらいの時間には遊びに来るのに。もしかして何かあったのかな？見に行ってみよう。お、ウッドストックのところへ旅立っていく。あ、なるほど。まだ
か行ってない場所やけん、ちょっと暗く見えとっただけってこと。ウッドストック。ええー、まさかの。そんな近くに住んどんやね。ウッドストック、大丈夫？大丈夫じゃないよ。早く木をどけてあげて。ああ、ウッドストック、かわいそうに。よかった。無事だったんだね。ほうほう。家も壊れちゃって災難だったね。でも怪我がなくて本当によかった。無傷？水飲み場が壊れとるけど。安心して、ウッドストック。僕が君の新しい家を作ってあげる。お？僕に任せておいて。もちろん君にも手伝ってもらうけど。君っていうのはウッドストック？私じゃないよね。困っている親友を放ってはおけないよね。さあ、家作りを始めるよ。ほい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。ってことで、次回はウッドストックの家を直していくってことか。まずはね、チャーリーブラウンの家はもうキラッキラって感じになったけんね、次はウッドストックやっていきたいと思います。ちょっとずつこうやって街を復興していく感じなんやね。